東武鉄道 B1K5 号機の製造名板。機関車のデザインと一体化した優美なものである。ベイヤー・ピーコックは、イギリス・マンチェスターに存在した鉄道車両メーカー。チャールズ・ベイヤーとリチャード・ピーコックの二人によって、創業、1854年から1966年の間に8000両余りの蒸気機関車、スチームトラム、ディーゼル機関車などを生産した。また、 ウィリアム・ガーラット技師の考案した間接式蒸気機関車のライセンスホルダーとして知られ、1909年にタスマニア向けに出荷された第1号機から1958年出荷のナミビア向け最終機まで1000両以上を北米大陸を除く世界各国に輸出した。このメーカーで製造されたテンダー機関車は日本では p 1 0と呼ばれている。1949年に メトロポリタンビッカース社との合弁会社を設立し、イギリス国鉄向けに82系電気機関車の製造を行った。ディーゼル機関車としては、液体式の35系ディーゼル機関車、電気式の25系ディーゼル機関車、他社製造の下請けであるものの17型ディーゼル機関車を製造した。最終的に1966年に廃業した。東武鉄道5号機関車、 国鉄、私鉄を問わず輸入され、日本の鉄道の黎明期を支えた。太字の車両名は P 店と呼ばれているテンダー機関車。括弧内に発注した会社と形式を示す。ただし、車体字の車両名は純道契機である。以下に掲げるのは他社製品と同仕様で製造されたもの。ありがとうございます。